昭和56年台風第15号は、1981年8月に関東地方に上陸し、被害をもたらした台風である。震度図1981年8月15日にフィリピンのルソン島の東海上で発生した熱帯低気圧は、16日に沖ノ鳥島の南西約 500km の地点で台風15号となった。15号は勢力を強めながら、 北東内市北北東に進み、20日のピーク時には、中心気圧955ミリバール、最大風速秒速35メートルとなった。その後は、暴風域200キロメートルの大型の台風となって、23日4時過ぎに、中心気圧965ミリバール、最大風速秒速35メートルで、千葉県立山市付近に上陸した。関東地方に台風が上陸したのは、 1965年8月の台風17号以来16年ぶりのことであった。15号は上陸後も勢力がほとんど衰えず、速度を速めながら関東地方東部を北上した後、千葉県、茨城県から東北地方を縦断して、23日には北海道の西海上へと抜けた。この台風は主に東日本や北日本に影響を与え、 関東地方では22から23日にかけての約30時間という比較的短い時間に強い雨が降り、特に、利根川と絹川の上流山間部では、総雨量が300から500ミリメートルに達した。利根川水系では、随所で、かしご岩崩壊や漏水、根固めの流出などの被害が発生した。24日未明には、利根川の水位上昇に伴い、 四川湖海側の左岸、殿川合流点からおよそ5キロメートルの地点で、派遣し、茨城県龍ヶ崎市や殿町、河内村などにおいて、浸水被害が発生した。長野県須坂市の千曲川支線湯原川では、土石流が起き10人が死亡し、その下流の鮎川でも堤防が決壊したほか、秋田県八郎潟では、漁船の転覆により10人の死者が出るなど、全国で43人の死者、 行方不明者を出した。さらに、民間航空ではダイヤが乱れ、国鉄線は各所で寸断、東北本線は24時間も普通になったという。また、秋田県や青森県では強風により送電線が故障し、大規模な停電が起きた。この台風によって、全半壊した家屋は177棟、重火損壊4401棟、負傷者173人。 被害総額2,273億円、船舶被害264隻、高地被害65,821ヘクタール、公共土木施設や農作物などの被害額2,973億円となった。ありがとうございます。